みほとけチャンネル。ナマステ、みほとけです。 RRR の監督、 SS ラージャマウリ監督に取材してきましたという話をお届けします。はい、私2月25日に放送された世界不思議発見のインド情熱革命編というところのミステリーハンターをさせていただきました。そこでですね、インド映画について、仏教について、IT 革命についてなどなどいろんなところを取材してまいりまして、今回は どうしてもね、やっぱり大ファンだったということで、SS ラージャマウリ監督にお会いさせていただいた話します。はい。で、ラージマール監督にお会いしたのはハイデラバードという町です。デリーを東京だとすると、ハイデラバードは日本でいう、名古屋とか福岡ぐらいの町ですね。はい。ここにですね、世界一大きな映画スタジオが、ラモジフィルムシティというのがハイデラバードにあったりとか、ラージャマウリ監督のオフィスがあったりとか、あと映画制作の会社がたくさんある町のエリアがあったりとか、ジュビリーヒルズっていう、完全にあれだよねっていう感じの名前のついている高級な住宅街もありまして、そこにはもう数ある映画スターや監督さんたちが住んでいるっていう超高級住宅街ありましたね。そういったハイデラバードの中で、ね、ラージャマウリ監督にお会いしたわけですけども、まずびっくりしたのが、オフィス自体が RRR を考えるように建てたっていう、びっくりしました。真っ白いね、壁が綺麗な平屋のちょっとリゾート地っぽい建築で、中庭があって超おしゃれでね、ハウスキーパーさんがいらっしゃったんですけども、その方が巨大な犬を2匹面倒見てて、何かと思えばラージャマウリ監督さんのワンちゃん様でございますよ。本当にびっくりしましたよ。で、そこに待っていてくださったんですね。で、ちょっと監督さんお忙しい方なので、出会ってからさようならまで45分しかなかったんですよ。で、撮影なので45分のうち、だいたい前と後の5分10分は、そのマイクをつけたりとかセッティングをしたりとか、あとはマイク外して事務的なお話をするっていうのが必ず含まれるので、言っちゃえば取材は長くとも30分ぐらいしかできない。これは時間迫ってるけども、せっかくね、創造神ラージャマウリ監督に生の声を日本に届けるという超大役を仰せつかりまして、かなりちょっとプレッシャーを感じて緊張してたわけですね。我々が先に着いて、で、監督もうすぐ着くんでお待ちくださいみたいな、こう緊張して待っていて、で、スタッフさんたちにとっては、みほとけはこのラージャマウリ監督に初めてお会いするその感動をお届けしたいから、あえて私はこの撮影前の挨拶はしないでおこうってことで、スタッフさんと、ディレクターさんがこう先に監督にちょっとマイクつけたりいろいろして、じゃあちょっとレポーター来るんでここで出会って、でもうそのまま流れで取材行きますねみたいな。本当にもうスピード勝負ですよ。こんなことないですよ。いやーと思って、でオフィスのね、監督の部屋お邪魔しますって入ったら、行ってました。本当にいらっしゃいました。会った瞬間に、結構体もね大きい方なんで、おーっていうオーラはあるんですけど、目が優しい。なんかね、ほんと柴犬みたいな目をしてるんですね。キュルーンっていう。で、すごくこうキラキラしていらっしゃってて、眩しいって、こう初対面の印象は眩しいですね。はい。で、その後にこうオフィスでまずそのデスクに座ってらっしゃったので、ちょっとデスクでお話をしたんですけど、部屋の中に何にもないんですよ、物が。もう白い壁で、でちょっとしたゲーム機みたいなのが置いてあって、であと机の上にちょっと本とか置いてあって、なんか映画監督のイメージって、私的には書類が山積みで資料が壁に貼られまくりで、いやいやみたいなイメージだったのでね、こんなスマートなオフィスなんだと思って、あ、綺麗、意外と物少ないですねって言ったら、映画の構成は全部ここに入ってるからねって、かっこいいっていうのは放送でもされてましたけどね。でパッとデスク見たら、ブッダ、手塚治虫さんのブッダの漫画が5巻ぐらいドンと全部置いてあるんですね。すごい完全版のやつですよ。で、監督意外とこれブッダ好きなんじゃないですかっつったら、本当に僕は仏教についてとても詳しいとかではないけど、手塚治虫のこの物語性とか演出とか胸打つストーリーっていうものに、ね、大変刺激をもらっていると。ラージャマウリ監督は手塚治虫さんリスペクトだったんですよ。だからこのバーフバリとか RRR もそうですけど、結構コミックっぽいというか、驚いた顔はバーンとアップになるし、この恋に落ちた瞬間のふわーみたいなのも、なんかちょっと漫画っぽいと言われれば確かに漫画っぽいなぁと私は思いまして、あ、すごい、こうやって我が国日本の
手塚治虫さんがラージャマウリ監督の RRR 制作にこう影響を及ぼしてたんだっていうのはちょっと興奮しませんか？そして本当に優しい語り口でね、こうインドの方ってイエスとかどうぞどうぞって時に首をこうやって動かすんですよ。うまくできないけどね。それでこう監督にね、私が私もブッダはすごく大好きで、もうブッダも好きだしこの漫画もちろん大好きで、その共感ができて本当に嬉しいです、いいですよねこれっていうちょっと厚かましい感想を言ったら、僕も君と共感できて嬉しいよ優しい。でその時にちょっと話になったのが、その監督が2022年10月に日本に映画の PR でいらっしゃってるんですね。でその時に日本のファンの方はどうでしたかって聞いたら、とっても優しかったよっつって、こううちわを作ってくれたりとかで、ものすごく熱狂的に僕の作品を応援してくれてて本当に感動したって言ってたんですよ。私も本当ラジャマウリ監督のバフバリと RRR にめちゃくちゃ感銘を受けているファンなので、私もそのファンのうちの一人なんですって言ったらね、そっか会えて嬉しいよってマジでジェントルマンでして、なんていうかな、我々の興奮をそのまま受け止めてくれる優しさだし、この偉そうにしないんですよね。僕の作品どうだったらええやろみたいな感じは全くないんですよ。で、まあ、ラージャマウリ監督って実は家系ごと、まあ、インド映画界の重鎮なんですよね。なんでもにじみ出る気品、育ちの良さみたいなが現れてて、私はこの監督の下で何か働きたい、働かせてくださいって言いたくなるぐらいついていきたくなる方だなっても一瞬で思いました。でそしてですね、その RR のためだけに作ったオフィスの前にある庭ですよ、超綺麗な庭園が広がってたんですけど、そこに出ました、 RRR 庭園ですよ。そこに出て、まあ、いざ取材スタート、制限時間20分と言われました。やばいって思ったんですけども、やっぱり RRR のことだけを聞くのはもったいないなと思ったし、番組的にもやっぱりこのインド映画という全体を引っ張っている監督に、その全体像っていうものを聞いていこうよっていう我々の作戦だったので、ちょっとそこをメインに聞かせていただきました。で放送でもあった通り、ここでこう我々は監督に一番知りたかったのは、インド映画が今こうして世界中で共感を得て、だってアカデミー賞の主題歌賞みたいなところノミネートされていて、もう世界中で反響を生んでるわけですよ。しかも今までボリウッドっていうヒンディー語の映画が主権を握っていたのに、それがだんだんテルグ語のトリウッドっていう映画が巻き返してきていると、これは何かあるんですかっていうところをちょっとお伺いしました。そしたらまずは言葉について、インドって公用語だけで22あるんですよ。もうそうじゃない言語も入れると100以上もあると言われてるんですよ。なので1個映画作るにしても何語で作るかっていうのがとっても大事で、さらにそれをどうやって翻訳していくかっていうものが大切になってくるんですね。でラージャマウリ監督の映画がまずインド国内でヒットするっていうのは、監督はヒンディー語とテルグ語と英語がほぼネイティブなんですよ。なので今回この RRR を翻訳する際は、全ての翻訳に一緒に入ってって細かいニュアンスを全部指導したんですって。すごくないですか。監督自ら翻訳現場でここを指導して、だから自分の伝えたいメッセージとか、このニュアンス、この感情はこうなんだよっていうのを全てその場で指導して、だからこそその原作そのものの魅力っていうのが損なわれることなく生のまま出ていくっていうことができたんですよ。で無事に翻訳できたのでインド国内でヒットしましたよと。その時じゃあどうして次海外に行ったんですかって言ったら、監督がこう言ってたんですね。インド国内で言語を訳して広めるっていうことは、これ海外のために翻訳してやってることと全く一緒なんだよ。だからインド国内で広まるってことは世界に広まるっていうのと全く同じ意味なんだって震えると思って。一応言っとくと、インドはその言語がいっぱいあるので、公用語に英語を使われているんですね。なので英語を喋れる方がめちゃくちゃ多いんですよ。英語にするっていう行動をする、ついでに、まあ、別にフランス語にしてもいい、ドイツ語にしてもいい、日本語にしてもいい、その行動をやってることで全く同じだから、インド国内で流行らせようとしたら、つまりは世界に流行るんだよ。と思って。確かにだからこの、まあ、映像で伝わるだけじゃないそのセリフの魅力っていうのも実は我々は享受してたんだなっていうのが分かりました。インドの不思議なところは、言語が違えば文化も全然違うんですね。だからそれでもそういった文化を超えてヒットするってすごいですよねって言ったら、まあ、たとえ文化が違う、言語が違かろうが、お母さんを思う気持ちとか、友人への気持ちとか、子供への気持ち、恋愛感情っていうのはどんな人類もみんな共通してるから、僕はこういった
家族の愛情、仲間を思う気持ちっていうのは世界中に共感されると信じてるんだよ。僕はこの映画を信じてるんだって。はぁ、かっけー。民族超えても文化超えても我々って共感することができるんだなっていう。これはなんてピースフルな話なんだろうと思って。そこで、私も言っちゃいまして、私もあなたの物語を信じてますってちょっと厚めに言っちゃったら、ありがとう。ジェントルでした。で、こうやってボリウッド映画に対するトリウッド映画がどんどんこう勢いがついてきたのって何かあるんですかって言ったら、まあ、トリウッド映画っていうものをすごく挑戦的にこう今までインドで大変人気だったっていうものから挑戦をする、新しい形を生み出すっていうところにシフトしてったおかげで僕はいろいろ発見したんだみたいなおっしゃってまして、で監督的には転機となった作品はあるんですかって聞いたんです。バフバリだろうなと思ってたんですけど、それより前に作っているマッキーっていう作品があるんですよ。それが僕の転換期だっておっしゃってました。びっくりしました。でマッキーってインド語でハエって意味なんですけど、めちゃめちゃ金持ちの人とすごく庶民的な男の子でこう一人の女の子奪い合うんですけど、庶民的な男の子がこの金持ちの人にもうこの恋愛沙汰で殺されちゃうんですよ。悔やみながら死んでいったんだけども、ハエになって生まれ変わるんですね。ハエとこの女の子が意思疎通することによってこの金持ち男を懲らしめてくっていう、めちゃくちゃコメディなんですよ。こんなにやっちゃうぐらいめちゃくちゃ痛めつけられてかわいそうになってくるぐらいなんですけど、いわゆるマッキーなんだと思って。で理由はやっぱマッキーっていう作品ですごくコメディに挑戦したと。インド映画のベタなパターンっていうのはあるんですね。それよりももうコメディに全振りしてこういうのはどうだろうかってチャレンジしたらすごくヒットしたと。で賞ももらったと。でそこで僕は自信がついてバフバリのような作品までこう手がけることができたんだよみたいなおっしゃってましたね。緊張しててもう本当に時間もなくて焦ってて、もうこれぐらいのことで終わっちゃったのかな、もうちょっと聞いてた気もするんだけど、ちょっともうねまともに思い出せないですね。ちょっと VTR をといただかないと思い出せないんですけど、まあ、というように監督はテルグ語のトリウッド映画を世界にこう受けるっていうものは、まあ、監督自身の信念とあとは翻訳できるっていう部分が大きく影響してるんだな。もうちょっとね RRR の戦いの技とかすごくないですか、どうやってひらめくんですかとか聞きたかったんですけど、ちょっと時間があまりにもなくて、そういったインド映画全体の部分で終わりました。まあね、終わった後にみんなで記念撮影してありがとうございましたって言っていく別れの中で、すごく監督めちゃくちゃずっと笑顔だったから嬉しいな、ありがたいな、優しいなと思って、このマネージャーさんにね本当にありがとうございましたって言ったら、監督がこんなに熱込めて喋るの珍しいですよっておっしゃってて、やっぱり監督さんって作品ごとにインタビューがあるから、その作品に対する思いっていうものが基本になってくるんですって、インタビューって。我々は監督自身の信念とか映画作りに対する気持ちをお話ししてもらったので、そういったところを聞いてもらえて嬉しかったなと思いますよみたいな。でそれもそうだし、なんかその話を横で聞いてたマネージャーさん自身がめちゃくちゃ興奮してて、監督のあんないい話俺聞けたの初めてですみたいな感じで、マネージャーが興奮しててよかったなと思いました。皆さんにもねちょっと見ていただいた中でちょっと楽しんでもらえたらよかったなと思いますよ。トリウッドというのはハイデラバードで作られるテルグ語の映画をトリウッドと言います。でね、そのトリウッドの中心地となるハイデラバードですよ。ここにはですねラモジフィルムシティっていう莫大な映画スタジオがあって、その中にあなたねハリウッドっていうアルファベットの立て看板みたいなやつがあったりとか、もう本当に住宅街がバーって普通にあったり、もうなんていうのどこの国かな、なんかちょっとヨーロッパっぽいカラフルな建物がジャー並んでたりとか、もうアメリカのこう西部劇みたいなのあったり、日本の庭園のエリアもあったり、あと飛行場とか駅とか、まあ、基本撮影で必要なのは全部ありましたね。ものすごいんですよ。で広さが新宿区の半分って言ってましたねだから、まあ、新宿駅から四ツ谷の手前ぐらいまでかなっていう。でそこでバーフバリの撮影も行われてまして、バーフバリのためだけに作った巨大セット、あ取り壊さず残ってるんですよね。ものすごい人気で、向こうに人にバーフバリーって言ったら向こうからもバーフバリーって返事来るみたいな本当そのマヒシュマティ王国がそのままあるんですけど、マヒシュマティ王国の玉座の前にもみんな写真でいっぱい人が集まってるんですよ。芝神妃っていうのがちょっと癖のあるお母さんがいるんですけど、いっぱい人がいる中でちょっと年配の女性にね、あの芝神って聞いたらもうボン大爆笑その人も Yes I'm 芝神とか言って
ノリ最高。文化を超えた交流となりました。ぜひ皆さんインドに旅行する際はハイデラバードのラモジフィルムシティ行ってみてくださいよ。はい。ハイデラバードの別の映画中心部にジュビリーヒルズっていう、まるでね、ビバリーヒルズみたいな名前してますけれども、高級住宅街がありまして、インドって本当にもう人混みなんですよ、どこ行っても。車も渋滞してて、もうペッ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 のクラクションがずっと聞こえてるみたいな状態なんですけど、ジュビリーヒルズだけは違いましたね。家の大きさがマジで本当にドーンでけーっていう家が並んでて、むっちゃ静かで、でやっぱなんでしょうね、おしゃれな匂いがしましたね。で並んでも全部なんかもう会社とかでさ、すげーっていうところに、本当にそこにね、インドの映画スター住んでるんですよ。 NTR ジュニアさんのご自宅もあって、うわーでけーと思って、でこれね、行ってもいいのかなって確か思うんですけど、なんかもうね、 Google マップに出てきちゃうんですよね。で、私らも見に行ったら、NTR ジュニアさんの家の前で自撮りしてる人がいて、どうしたのかなって言ったら、あ、今、地方にいる友達に自慢してたんだよ、つって。彼らもファンだからさ、つって、大丈夫かなって思ってたんですけど、守衛さん、護衛さんに聞いたら、よく来るんですよね、こういうファンの方って言って。で、NTR ジュニアさんの誕生日の時とか、もう家の周りにめっちゃ人集まってきてて、で、そうすると、家の、屋上から、NTR さん出てきて、こう手振ってくれるんですよ。周りファンがフーってなるらしくて、インドのなんかこうファンとの交流の仕方って日本じゃ考えられないですよね、家に行くって。でもこのジュビリーヒルズならではのね、寛容な感じありましたね。インド映画に対するイメージって本当にこう封建的な世界の中で何があったら踊っちゃうみたいなところだと思うんですけど、それが RRR でだいぶ塗り替えられたと思うんですよね。でこれ実は RRR の中って曲歌って踊ってるの1個しかないんですよね。エンディングの曲入れたら2曲になるんですけど、ナートナートと。でこれ最近の流行らしくて、あんまりこう歌って踊るんじゃなくて、もうストーリー重視になってきて、でしかもじゃあ歌をなくすかじゃなくて、歌と踊りは皆さん大好きだから、その1曲に対するものすごい情熱の注ぎ方をするんですって。だからナートこんなに流行るし、アカデミー賞にもなるしっていうね。だからきっとうまくいくとか、パッドマンとか、世界的に評価されてる映画って確かにものすごい感動的なストーリーとか、すごく社会性のあるメッセージのある映画が多かったりとかね、こう一昔前の歌って踊って可愛いハッピーみたいなこととはまた変化してるんだよっていうのもぜひね、してもらえたらいいなと思います。でインド人にとっての映画っていうのは、なん日本の人たちよりもすごく距離が近くて、にもう休日に家族でインド映画見るっていうのがまず定番の娯楽なんですって。で大体3時間ぐらいあるんですね、インド映画って。1時間半やって、休憩挟んで1時間半やってみたいな。だからもう、1日かけてのもう家族でのエンタメになるんですよ。映画の中で道徳も学ぶし、家族愛も恋愛も学ぶしっていうところで、ただの娯楽だけじゃないっていう、すごく重要なポジションにあるので、インド映画に対する全員の注目度が高い分、お金もたくさん集まってきて、それだけ大胆な作品が作れるっていう構造になっているんですね。はい、ということで創造神ラージャマウリ様に会ってきたというお話をしましたし、インド映画のことを話させてもらいました。これがナートナートの熱い友の皆様に共感していただけたら、グッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで以上、ミステリーハンターでインドに行ってきたみほとけでした。ナートゥー